写真を土の中に埋めるアーティスト小野くるみ。自然の摂理である逆らえない変化と物事を永遠に留めておきたい渇望を表現する。作家の小野くるみです。私は変化と保存の関係性をテーマに写真を土の中に埋めて作品を制作しています。他の方にもお話を伺いました。私たちは人や物事を十分に分かっているようで、もしかしたら本当には理解していないのかもしれない。アーティスト木下佳穂。美術作家の木下佳穂です。私は表面上の印象と本質のズレをテーマに作品を制作しています。お二人も参加されているワットカフェエキシビジョンボリューム24は2月26日まで開催中です。お子様も行きやすい開放的な空間です。ぜひ行ってみてください。